私でも配給はあれだったんだよな。誰が好きなのって言われた時にすごい話しにくかった。知ってんのかなみたいな。ガチで配給めっちゃ読み込んでるよって人なら多分知ってるんだと思うけど、私がね好きなね配給の選手はね、縁の下力くんっていう2年生の後々キャプテンになる子だったかな。いや、縁の下くんマジでめっちゃ好きなんだけど、全然共感してくれない。絶対に2回聞き返されるもん。じゃ、高校の名前忘れちゃったんだけど、青根くん？伊達校？だよね。伊達校の青根くんが好きだったんだけど、それもあんま分かってもらえず。え？みたいな。青根って。私、黒バスでもさ、今吉翔一っていう人と、水戸部凛太郎っていう人が好きで、なんかまあ、今吉翔一は結構さ、まあ、人気どこ高かったと思うんだけど、水戸部くんってそんな好きな子、あんま見たことなくて、知らない方は検索していただいて、どんな顔、感じか見ていただくのが早いと思うんですけど。なんかな、そう、目つき悪いの、まあまあ好きかもね。目つき悪くてガタイいい人好き。多くを語らない仕事できる人が好きなのかもしれない。あとね、私ね、ツイステッドワンダーランドっていうゲーム、ソシャゲがあるんだけど、それもね、ごつい人3人だったのよ。トレイ・クローバーさんと、ジャックくん？ジャックくんだよね。と、セベックくんっていう3人が好きだった。だろうなって3人で笑っちゃった。ちょっと読まれてるって。いやー、単発、ムキムキが好き。単発ムキムキが好き。で、なんかさ、怒った時にさ、うわーって怒るんじゃなくてさ、なんか、ピキってさ、怒りそうな人が好きなの、わかる？こらーじゃなくて、切れたら、ピキってなる人が好きなのよ、多分。わかる？静かにさ、なんか、感情はもう表に出さない。何の話やさから。でも私、ヒプマイはヌルデササラが一番好きだったの。その次に、ブス島メイソンリオさんね。その二人だったな。わかりやすいな、ほんとに。細マッチョはどうなの？細マッチョかぁ。ゴリゴリであってほしい。春日と若林なら春日って聞き方。なんでそこが全然タイプの違う二大巨頭みたいに扱われてんのかがちょっとわかんないんだけど。あ、だって確かに、春日さんか若林さんだったら春日さんかな。特に理由ないけど、筋トレしちゃおうかな。特に理由ないけどさ。お手本のようなツンデレおるやん。理由ないけど、まあ、頑張ったらいいんじゃないかな。